ご視聴ありがとうございます。浜名湖小原の小原です。今ここに来てます。今日まだ梅雨で、今雨がですねポツポツしてるんです。ポツポツというかだんだんひどくなるんじゃないかって感じなんですけど、ここです、釣りやってる人もいますね、いますけども、今日ここでですね動画撮ろうかって思ったのは、まあ、通りすがりなんですけれども、まあ、水の色を見てもらうと分かるんですけど、これ濁ってるっていうか、ちょっと透明度が低いんですけど、まあ、最近ですね魚をちょっとまあ通りすがりに見たりして、結構透き通っていて魚がいるなとか分かったんですけれども、今日というかこの 2,3 日だと思うんですけど、この増水してて雨で豪雨だったりして、まあ山の方から多分水が流れてきてるんだと思うんですけども、濁ってますね。ちょっと魚がいるかいないかって分かんないような感じです。これで濁ってても魚いるっていう風ならいいんですけど、どうなのかな、釣りやってる人も少ないでちょっとその情報が分かんないんですけど、今こんな風なんでちょっと違うなっていうのをお伝えしたくて、この動画を撮ることにしました。まあ、全部が全部浜名湖の釣り情報じゃないんですけれども、まあ、釣り情報を絡めたり浜名湖の情報を入れて、あと自分の興味で動画作ったりしてるんですけれども、というチャンネルなんですけれども、浜名湖小原ですね、よかったら、チャンネル登録お願いします。今日はですね梅雨空、今雨結構ひどくなってきました。ひどくなってるんですけど晴れてると、やむんじゃないかなっていう気もしますけど、夜になると今日は降水確率上がってたんで、これちょっと分かんないですけど、今こんな状況です。早く梅雨が明けてほしい、すっきりしてほしい、そういう風です。じゃあここのところからバイバイ、浜名湖のここのところからバイバイ、また見てね。今回短い動画でしたけれども、よろしくお願いします。バイバイ、また続くよ。さっきのところからですね、ちょっと北に来たところなんですけど、ガーデンパークの橋の、入り口の橋のところなんですけど、これ濁ってますね。魚の姿も見当たりませんね。今なんか動いたかな？いるかもし、あ、いますね、魚。魚いますね。魚いますわ。魚いましたね。ただ分かりにくいっていうだけかな？魚が。あ、いる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 。取れてるかな？魚いますね。ちょっと見てると、この魚がいることが分かりました。まあ、長雨の影響で、この水の感じが、浜名湖のこの水の感じが変わっちゃったように思いましたけれども、そんなにも影響ないのかなって思いますね。あそこにいますね。映った映った映った。映ってると思うんですけど、いますね。あ、いるいるいる。こうやっぱ濁ってるんでちょっと分かりにくいですね。あの辺にいるな。映るかな。映る映る。映るかな。映った映った。やっぱ結構いますね。